はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。パラディンもですね、レベル51まで上がったんで、引き続きね、魔法戦士クエストの、まあ、次やろうかなと思います。まあいろいろありますけどね。よく来たボッコ、しかもレベル30以上のパラディンに成長しているようだな。ちょうど手頃な依頼が来たところだ。この国の若き参謀マグナス様のことはお前も知っているだろう。マグナス様は愛犬家だが、ご多忙でな。愛犬のマリーが退屈しないよう散歩させてほしいという依頼だ。どうだ、受けてくれるか依頼。あ、はい。うん、いい返事だ。マグナス様の愛犬だからな。くれぐれも大切にレディーのように扱えよ。ん？お、来た。ズボーなのだ。パラディになって、30以上のパラディになっているのだ。すごいのだ。おう、ズボー、いいところに来てくれた。お前も一緒に行ってくれんか。ボッコにマグナス様の愛犬を散歩させる任務を依頼したんだが。犬の散歩、それならオイラにも任せてほしいのだ。この国の重鎮マグナス様の愛犬をお預かりするんだから、最新の注意を払って散歩に当たるように。まずは2階のマグナス様の部屋へ愛犬マリーを迎えに行ってくれ、頼んだぞ。ボッコ、マグナス様の部屋に行くには、この部屋の隣の兵士詰所のそばにある階段を使うと近いのだ。オイラ先にマグナス様の部屋に行っているのだ。ポッコも来るのだ。あ、待つのだ。もうズーボさんがちゃんと見てないからマリーちゃんが逃げちゃったじゃないですか。マリちゃんに何かあったら叱られるのは私なんですからね。絶対に怪我なんてさせないでくださいよ。だ、大丈夫なのだ、ピチョン。オイラたちに任せるのだ。じゃあ、頼みましたからね。さて、あっという間に消えるなんてマリーちゃんはよっぽど外に出たかったのだ。マリーちゃんを城の外へ出さないように、1階の出入り口にいる衛兵に頼んでくるのだ。僕はマリーちゃんを探すのだ。どこに行ったのだ。てかいねえんだけど、城の中に。外いる？もしかして。ああ、あ、あそこにありますね。ガートラント領の、まあ、入り口になんかイベントありますね。ここ？あ、外か。母、やっとマリーちゃんを捕まえたのだ。ワンワン。ん？どうしたんだ、マリーちゃん。ワンワン。ワン。うわ、マジか。どこまで行くんだ。そうか、マリーちゃんはいっぱい走りたいんだな。よし、じゃあ追いかけっこするのだ。ポコ、ギルザート地方まで競争するのだ。この坂を降りて、道沿いに南東へ走るのだ。馬車で行っちゃダメ。くんくん、はは、くたびれたんだ。先についてるとはさすがボッコなのだ。マリちゃん、とっても楽しそうなのだ。きっとここに友達がいるから城の外に出たかったのだ。ワンワン、帰りたいって言ってるみたいなのだ。きっと満足したのだ。マリちゃん、ここに行きたければオイラがいつでも連れてきてあげるのだ。だから一人で来ちゃいけないのだ。魔物に襲われて怪我でもしたらマグナス様が悲しむのだ。うん、よしよし、分かってくれればいいのだ。さあ、ガートランド城に帰ろうなのだ。ワンワン、さすがズーボーさん。ああ、マリーちゃん、まだ元気なのだ。よし、マグナス様の部屋まで競争するのだ。ボッコも遅れちゃダメなのだ。さっきね、飛んできたらね、ここまでね、きっちりね、移動しなくちゃいけないっていうね。母、こんなにたっぷり走ったのは久しぶりなのだ。僕を一緒にマリーちゃんを返そうなのだ。
あら、お帰りなさい。マリーちゃんがあんなに素直に寝るなんて、あなたたちよほどたくさんマリーちゃんを散歩させてくれたのね。いつもなら部屋でもう一暴れされるところだったから助かっちゃった。本当にありがとう。散歩のお礼はストロング団長から受け取ってくださいね。マリちゃんもピションもとっても喜んでくれたのだ。誰かに喜んでもらえるって嬉しいのだ。さあストロング団長に報告に行くのだ。行きましょうか。なのだ。ズボーから報告を受けたぞ。お前たちマグナス様の愛犬マリーをたっぷりと散歩させてやったそうじゃないか。マグナス様のメイドピションもとても喜んでいたぞ。さあ今回の報酬を受け取るがいい。はい、パラディンです。ズーボーは子供たちから頼み事を受けたと言ってしまった。全くあいつはじっとしていられないな。はい。どう見ても表の任務ではない。どんな任務でも任せてほしいのだ。この子が約束の子じゃ。どことなくグロスナ王の面影が。極秘の任務。お、なんだろうね。なんか任務っぽくなってきたね。まあ2話だけどまだね。お、グロスナ王から直接命令が来るなんて珍しいですね。あ、しかも大金が絡むとなるとどう見ても表の任務ではない。とはいえグロスナ王の命令をないがしろにするわけにもいかんし、さてどうしたものか。まあ、そこで登場ボッコさんですね。ボッコか、見たところそれなりのパラディーンに成長してきたようだな。少々不安だがお前に頼んでみるか。実はある少女をこの国に迎えるためゲルト海峡の教場の宿へ行ってもらいたい。どうだ、引き受けてくれるか。受ける。さすがいい返事だな。連れて行けばいいの。それでここからが重要なんだが、そのこの箱を。あ、ボコ、なんだかいい感じのパラディーンになっているのだ。すごいのだ。ズボー、いいところに来てくれた。今ボコに重要な任務を依頼したところなんだが、お前も同じ任務に当たってくれ。大切なものを守る仕事ならどんな任務でも任せてほしいのだ。ある少女を迎えるためゲルト海峡の宿屋へ行ってもらいたい。そしてここからが重要なんだが、少女と引き換えにこの箱を必ず従者に渡してほしいんだ。この箱は大事なものだ。絶対なくすなよ。大きさの割に重い箱なのだ。わかりました。なのだ。必ず忘れずに渡します。なのだ。では頼んだぞ。じゃあオイラは先にゲルト海峡に行って待っているのだ。僕も後で来るのだ。よし、わかったのだ。あら、あなた、ガートラント聖騎士団から派遣された人ね。待ち合わせのお相手は2階でお待ちを。さて。あ、2階にいいんだね。じゃあここにもズーボーさん来たのかなのだかね。あ、ズーボーさんいたのだ。あ、僕も今来たところなのだ。宿屋のお姉さんの話によると、オイラたちが迎えに来た女の子はここにいるらしいのだ。失礼します。なのだ。ガートランと聖騎士団の依頼でお迎えに上がりました。なのだ。例のものは預かってきたかい。それってこの箱のことなのだ。ひひひ、持ってきたようじゃな。では中を改めさせてもらおう。金貨がいっぱい入っているのだ。交渉成立じゃな。ではこの子を連れていくがいい。この子が約束の子じゃ。名前はジェニャ。ジェニャ、約束の子って何なのだ。さっきの金貨は何なのだ。ヒヒヒヒ、お前はただの護衛のものじゃろ。部をわきまえていらぬ詮索はするでない。ではわしは失礼させていただこうかの。ヒヒヒ。ジェニャ、オイラたちが守ってやるのだ。そんなに心配そうな顔はしなくていいのだ。私は大丈夫。大丈夫やから心配せんといて。
おいらはズーボー、こっちは相棒のボッコなのだ。ズーボー班とボッコ班か、よろしく頼むわ。困ったことがあったらいつでもおいらたちを頼りにしてほしいのだ。それじゃ早速ガートラント城へ帰るのだ。オイラがジェニアを連れて行くから、ボッコはガートランド城へ先行してほしいのだ。さて、まあ、先行はしますけど、ルーラストーンというね、先行ね。わあ、大きい城やな。城下町も広かったし、ほんま、お金持ちなんやな、この国は。そういえば、ジェニア、おばあさんに渡したお金は一体何だったのだ？お金？さあ、私はよう知らん。なあ、あれってないやろ。見に行ってみよう。ジェニア、僕はストロング団長のところに先に行っててほしいのだ。オイラはジェニアを連れて行くのだ。ゲルト海峡の宿屋行ってきたよとな。預かってきた少女とズーボはどうした？ん？ただいまジェニアを連れて帰還いたしましたなのだ。その子が例の少女か。確かにどことなくグロスナオの面影があるような気もしますね。リヒド、無駄口を叩いてないでジェナ殿のお世話係を呼んでこい。はい。ガートラント城によく来てくださったジェナ殿のことはくれぐれも丁重に扱うよう王から命じられています。ここからは我ら王宮パラディーンが誠心誠意お守りさせていただきますゆえ、ごゆるりとご滞在くださいますように。なんか堅苦しいな。もっと気楽にしてくれてええのに。はじめましてジェナ様。私がこれからしばらくジェニア様の身の回りのお世話をさせていただくピチョンでございます。さあどうぞお部屋の方へ。ほなな、ズボーハン、ボッコハン、ここまで送ってくれてありがとうな。ジェニア殿の護衛、ご苦労だった。さあ、任務の報酬を受け取れ。お、パラディンタイツ。ジェニア殿は当分の間この城に滞在する。またしばらくしたらお前たちに協力を頼むことがあるかもしれん。今のお前たちならどんな任務が来ても受けられるだろう。さらなる成長に期待しているぞ。じゃあ僕、おいらは行くのだ。また会おうなのだ。ん？ワンワン。音が違う。ジェナ様にはかすり傷一つつけるなと言われているんです。我オーグリード大陸に安息をもたらす。もうすぐ赤ちゃんが生まれるのだ。なんだ、どういう話？うららかない。なんか平和だね。待っていたぞボッコ、立派なパラディーンに成長してきたようだな。今のお前ならば十分だ。実はジェナ殿に関する任務がまた届いてな。極秘という任務の性質上、他のものではなくお前たちに依頼したい。ズーボーと一緒にジェニア殿を護衛し、ウェナ諸島にあるステーコの洞窟まで行ってくれんか。ウェナ諸島ね。そうか、受けてくれるか。さあズーボーさん来ますよ、おそらくね。うん？あ、ボコ、とてもたくましいパラディになっているのだ。すごいのだ。そうそう来ると思ってたぞ、ズーボー。今、ボコにジェナ殿に関する任務を依頼していたところだ。ズーボーも同じ任務に当たってくれ。ジェナに関する任務？もちろんやるのだ。任せてほしいのだ。ウェナ外にある指定湖の洞窟へ、ジェナ殿を連れて行ってもらいたい。ジェナ殿は2階のマグナス様の部屋で出発の準備をしているところだ。お迎えに上がってくれ。わかりました、なのだ。じゃあ、オイラは先にマグナス様の部屋で待っているのだ。ボコも後で来るのだ。じゃあ行きましょうかなのだ。
あ、ボコハン。これでみんな揃ったんやろ。ほな、出かけられるな。ウェナ諸島には初めて行くね。あったかくてええところなんやろな。めっちゃ楽しみや。そうかそうか、ジェニアは思いっきり楽しみといいのだ。オイラたちが守るから心配ないのだ。本当にくれぐれもお願いしますね。ジェニア様にはかすり傷一つつけるなと私も強く言われているんです。そのためにこの部屋にいたマリーちゃんをよそに預けたくらいなんですから。マリーちゃん、それって誰なん？マグナス様の愛犬ですわ。やんちゃが過ぎるので、万一のことを考えて別のところへ預けたのです。え、この部屋にワンコがおったんか。ええな。あたしワンコ好きやのにな。みんな大げさにしすぎない、好きやわ。ほな出かけようか。はよう、ウェナ諸島に行きたいわ。じゃあ、オイラがジェニアを連れて行くから、ステーコの洞窟へお茶を飲んだ。レーナム浴屋側の入り口で待っているのだ。まあ、ちょっと遠いからね。そこまで行きましょう。さて、このね、地図の右側なんですけど、今ね、ここね、これおそらくまたサロン、あの、紙の色だと思うんですけど、まあ、ちょこちょこね、あと3つぐらいかな。はい。高貴で美しい顔立ちの値が作るからには美しい色がいいんじゃない？バラの色なんてぴったりだと思うのよ。で、調べたところ、このレーナム緑野の南西に、罪深きバラっていう、バラの花を持っている切り裂きピエロがいるらしいの。だけど結構強くて、あたい一人で倒しまくるのに限界感じちゃったよね。というわけで手伝ってくれないかしら。まあ、サクッといきますよ、これもね。キャー、ありがとう。あたいも頑張る。でも、もしあんたが先に罪深きバラを入手できたら、声届けてね。ジュレットの町の名物、常夏ココナッツ、めっちゃ美味しかったな。おごってくれてありがとうな。あんなに食べたそうな顔で見られては、ごちそうしないわけにはいかないのだ。海も景色もめちゃくちゃ綺麗やし、ほんまこういうとこ来ると嫌なこと全部忘れられるわ。ジェニア、聞いてもいいのだ？ちょっと気になる噂を耳にしたのだ。ジェニアは以前、南ガウ村に住んでて、その頃は村でも有名な主戦土少女だったって。もし何か理由があってお金がいるのなら言ってほしいのだ。オイラにできることなら助けてあげるのだ。もう何言うてんの？私は貯金が趣味やっただけや。ズーボーハンはほんま心配性やな。私のことは何も心配いらんよ。貯金ももうやめたし、助けてほしいことなんて何もあらへん。そうか、ジェネがそう言うならいいのだ。あ、ボコ、いつの間に来ていたのだ。ジェネはこの洞窟の奥に用事があるらしいのだ。強い魔物たちがたくさんいる場所なのだ。うん、私とズーボーハンだけじゃちょっと危ないような場所やね。奥のな、生徒の冷戦かなってところに行きたいんや。成長だね。成長の冷戦へ行ってもらいたいのだ。場所は地図を見ればわかるはずなのだ。オイラはジェニアを守りながら魔物たちに出会わないように隠れてついていくのだ。では頼んだのだ。成長っていうんだね。まあゲームをしながらね。まあ、漢字を覚えるってもんね。はい、来ました。ここだね。うん、ここや。ここに間違いあらへん。さすが、ボコなのだ。後をついてきたら楽に来られたのだ。ほな、さっさと終わらせるから、ちょっと待っててな。ジェニア、危ないのだ。戻ってくるのだ。平気やって、大丈夫や。ジェニア。我、いにしえの約束を果たせし、乙女。太古より満たされし水よ。我が身を清めたまえ。我、オーグリード大陸に安息をもたらすとならん。ジェニア。お待たせ。ほな、私帰ろうか。ジェニア、今何をしたのだ？なんか儀式みたいだったのだ。秘密秘密。女の子も秘密や。帰ろう帰ろう。何をしたんでしょうね。待つのだ、ジェニア。それじゃあ僕、ガートランド城で会おうなのだ。まずはね、ガートランド城で行きますけど、ちょっとキリサキビエロを倒してね。
はい、これですね。見破っていない。まあ一回も戦ってないね。隠し相手だけど。お、なんかおまけついてきたけどね。まあ何回か倒したら落とすと思いますよね。そんな強くないと思います。飛んでたよ。罪深きバラ。一応線持ってんだ、2匹倒して。さて、どんなおまじないが聞けるんでしょうかと。あら、この代わり、あんたもしかして罪深きバラを手に入れてくれたんじゃない？ああ、美しいバラね。なんて罪深い。あたいもそうだからよくわかるわって、つい浸っちゃったわね。色を作らなきゃ。まずは花びらを1枚ずつ丁寧にバラして、あとはとっておきの魔法で仕上げるわよ。マジカルマジカルバラバラバーバラバララッパ。ローゼリナはねっとりとした手つきでバラの花びらに魔法をかけた。またね、追加されましたね。キャー、できたわ。最高に高貴で美しい新色の完成よ。名前はそのままローズ色ってとこね。はい、これは私からのお礼よ。はい、ということで、まあ、いつも通り銀貨。美しさは罪。美しいバラにトゲがあるように、あたいも人を傷つけながら生きてきたわ。でも、闇があるから光が際立つように、罪深さが美しさを際立たせてくれるのよ。そんな美しさこと、私は、しらみしめたいのよ。まあ、まあ、頑張ってください。ワンワン。くぬぬ。王宮パラディーンの中でも超エリートな僕がなぜこんな役目を。待てい。わあ、ワンコへ。もしかしてこの子がマリーちゃん？そうなのだ。いつも元気いっぱいなマリーちゃんなのだ。あれ、マリーちゃん、お腹が大きいのだ。これはもしかして、もうすぐ赤ちゃんが生まれるのだ。まあこういうことかなとは思ったね。うわ、赤ちゃんか、ええー、な、きっと、可愛いやろうな。もう一匹の方の犬とか、なんかな、とかね、思ったけど。メスなんだね、そうだ、マリちゃんだね。赤ちゃんはみんな可愛いのだ。マリちゃんの赤ちゃんが生まれたら、ジェニアも一緒に遊んであげるのだ。そっか、楽しみやな。せやけど、私その頃はもう、おらへんねん。なんで？そっか、ジェニアはずっとガートランドにいるわけではないのだ。おらへんねんってなんかちょっと意味深そうだよね。じゃあ、せめてここにいる間、マリちゃんと一緒にいられるよう、ピションに頼んであげるのだ。ほんま？めっちゃ嬉しい。ありがとうな、通報犯。じゃあ、おいらはジェニアを部屋に送っていくから、僕は先に団長のところへ行っててほしいのだ。あのマリーをあそこまで手なずけるとは、さすが田舎者。高貴な生まれの僕にはできない系統だよ。帰還したか、ボッコ。ジェナ殿をステイコの洞窟へご栄し、しっかり任務を果たしてきたようだな。ジェニアをマグナス様の部屋まで送り、ただいま帰還いたしましたなのだ。ボッコ、朗報なのだ。ジェニアとマリーちゃんは同じ部屋で暮らせるようになったのだ。ご苦労だった、ボッコ。通報、随分ジェニア殿に親身になっているようだが、ジェナ殿とは任務として一緒にいるんだということを忘れるな。極端な肩入れはやめておけよ。さあ、今回の報酬だ、受け取れ。では、まもなく次の任務を頼みたい。お前たちになら今後も問題なく任せられるだろう。わかりましたなのだ。じゃあ、ボッコ、おいらは行くのだ。また会おうなのだ。さて、モンサックス行きます。ジェニアにそんな役割があったなんて。ふざけるな。これはな、私が望んだことなんや。パラディンガードでジェニアを守る任務なのだ。ジェニアの秘密。まあ、さっきの意味深が
当たってんのかもしやな感じしますよね。ちょっとわかんないけど。待っていたぞ、ボコ。見違えるほどパラディに成長したな。ならば、試練に挑んでもらおうか。今回はズーボーと一緒の任務ではない。お前たちにはそれぞれパラディの必殺技、パラディンガードを習得してもらいたいのだ。ランドンフットの東端あたりに生息するダイノスキングに刃の防御を使った後、倒すのがその試練。前にも言ったかもしれんが、倒した後はその戦いから逃げたり負けたりしないでちゃんと勝利するんだぞ。そういう戦闘3回やってきてくれ。どうだ、早速挑んでみるか。ああ、わかりました。ランドンフットか。そう言ってくれると思っていたぞ。ズーボーもパラディンガードを習得するために先ほどランドンフットに向かったところだ。必殺技パラディンガードを習得すればパラディンとして大きな飛躍になるだろう。気合い入れていてくるがいいぞ。ちょっとね、まあ難しくはないけど、まあ、面倒だね。攻撃してこないといけないし、まあ倒せはしますけどね。いや、刃の防御、まあ、使ってね、勝利だから別にまあ発動しなくてもいいみたいね。今3回目なんだけど、2回目攻撃食らわないでね、刃防御やっただけでも2回勝利って出たから、まあこれでまあ獣なんで獣武器とかやれば、うん、そんなに難しくないかな。面倒かと思ったけど、攻撃食らわなくちゃいけないかと思ったけどね。まあ食らったとしてもそんなに難しくないですね、今みたいな感じのが。あ、僕もパラディンの必殺技を覚えるための修行をしてきたところなのだ。オイラも今やってきたのだ。きっと次はパラディンガードでジェニアを守る初任務なのだ。守る任務なのだね。初なんてどこにも書いてないね。オイラ張り切って修行したのだ。さあ、ストロング団長に報告して必殺技を伝授してもらうのだ。よし、じゃあ行きましょうか。緊急招集で発表された話、真実なんですよね。ジェニアにそんな役割があったなんて。ジェニアに役割？習わしのことはしていたが、まさか今年がその年だったとはな。100年に一度、大地の竜に生贄を捧げる年。しかもあのジェニア殿が生贄役とか。ジェニアが生贄？どういうことなのだ？オイラたちはジェニアを守るために必殺技の修行に行ったのだ。なのにどうしてジェニアが生贄なのだ？必殺技はジェニア殿を無事に大地の竜、バオギアの元へ送り届けるために必要だったんだ。ふざけるな。殺すために守らせるって何なのだ。俺たちだって守るために命を懸ける王宮パラディンだ。そんな任務は本意ではない。だが、大地の竜が目覚めれば、大規模な地震が起き、この大地は壊滅の危機に陥る。竜を再び眠らせる方法は他にないんだ。たくさんの人を救うためだから、ジェニアを犠牲にしていいって言うのだ。オイラはそんなの絶対に認めないのだ。ええんよ、ズーボーハン。これはな、私が望んだことなんや。私が生まれたんは山奥の貧しい集落で、小さい子たちが食べるものがなくて毎日バタバタ死んでいくようなところなんや。みんなの生活費を稼ぐために頑張ってたんやけど、それじゃ全然足りひんかったくらい貧しい集落やねん。そんな集落がなくならへんのは、はるか昔大地の竜と交わした約束があるからや。集落に生まれた女の子を捧げるっていう。だからグロスナ王にお願いしてん。私が生贄になるからお金ください、集落のみんなにご飯あげてくださいって。グロスナ王はめっちゃいい人でな、たくさんお金くれたんよ。だからもう何の心配もあらへんねん。あの時のお金がそうだったんだ。ジェニアを迎えに行った時、おばあさんに渡したあの箱の大金が。そうや、グロスナ王もな、ほんまは誰かを犠牲にするなんて嫌やねんて。だけどな、これは仕方あらへんねん。せやからな、分かってや、ズーボハン。私はこれで満足やねん。時が来たら大地の竜のところへ連れて行ってほしいんや。大地の竜バーギアとは、オーグリード大陸の地底深くに眠る天才級の破壊力を持つ悪竜だ。ひとたび目覚めれば大規模な地震を起こし、この大陸をたやすく海に沈めてしまう。大地の竜に対抗する手段はないのだ。諦めろ、ズーボ。これはグロスナ王の決断であり命令だ。お前たちにはパラディンとしてこれからも成長してくることを期待し、必殺技パラディンガードを伝授する。はい、パラディンガード。パラディンガードを使うと敵の攻撃力を上げずに
怒り状態にして全ての敵の攻撃を自分に集め、30秒間あらゆる攻撃を無効化します。必殺技、戦闘中に必殺コマンドが現れた時だけ使えます。時間が経つと消滅するのでご注意ください。俺たちは王宮パラディーンとしてグロスナオの命令を果たす。賛同できる者は次の任務を受けるな。以上。通報班。大丈夫です、ジェイナ様。しばらく頭を冷やせば通報さんも分かってくれるはずですわ。さあ、お部屋に戻りましょう。さて、最終は第一の竜バーギアン。ジェニア殿を第一の竜のもとまで死守するのだ。生贄になることがジェニアの願いなら。ギアー、みんな私の分までいっぱい生きてな。盾となるもの。僕をついにジェナ殿を第一の竜バオギアに捧げに行く日が来た。ジェナ殿がこの地に安息をもたらすための生贄と判明した今、第一の竜のもとまでお連れするのは王宮パラディの仕事だ。だがジェナ殿はズーボーと僕にも一緒に来てもらいたいと願っていらっしゃるのだ。ジェナ殿の最後の望みだ。僕を護衛隊として第一の竜が眠るオルセコ高地のバウーガの風穴の奥まで同行してくれんか。はい、行きましょう。受けてくれるか。ならば共に行こう。補足しておくと、バウガの風穴はオルセコ高地の中心にある県岸に近い北西の大きな岩山の中にある。迷わぬようにな。前行かなかったっけね、これね。あれからズーボーのやつは一度も顔を見せてない。やつにもジェナ殿の希望に応じてもらいたかったが仕方がない。第一の竜の目覚めはそこまで迫っているのだ。ジェナ殿の支度が終わり次第すぐに出発せねばならん。ジェニア殿、支度は済んだようですな。我ら王宮パラディンとボッコがジェニア殿を第一の竜バウギアの元までお連れさせていただきます。ジェニア様、私やっぱり納得できません。まだこんなに小さいのにジェニア様が生贄だなんて。泣かんといてピチョン。それよりわがまま聞いてくれてありがとう。マリーちゃんと遊ばせてくれてありがとうな。私の代わりにこれからもいっぱいマリーちゃんと遊んであげてな。はいはい、もちろんです、ジェナ様。ズボハンはおらんのか。最後まで一緒にいてもらいたかったけど、しゃあないな。ほな、行こうか。さっさと終わらそう。ズボハン、来てくれたんやね、ズボハン。大地の竜が眠る場所へ行くには、強い魔物たちが生息する地を越えねばならん。ジェニア殿もズーボーが同行することを望んでいらっしゃる。お前も護衛隊に加わってくれんか。ありがとうな、ズーボー班。ズーボー班が一緒なら心強いわ。ではズーボーはそこにいる王宮パラディンたち2人とジェニア殿を護衛する任務に当たってくれ。ボッコには遭遇した魔物を討伐しながら先行し、竜のねぐらで大地の竜を目覚めさせる任務を命じる。ボッコ、お前に大地の竜を目覚めさせるための踊りを伝授する。一度しか覚えらんからしっかり覚えろよ。ふう。不思議な踊りを覚えた。今の踊りには太古の力が秘められている。みだりに踊ることを禁じられた聖なる踊りだ。これから向かうバウガーの風穴の奥、竜のねぐらで踊れば踊りの力に反応し、大地の竜バウギアが目を覚ますだろう。さあ出発だ。くれぐれも油断するなよ。ジェニア殿を大地の竜バウギアの元まで死守するのだ。あの踊りは何だ。さて、不思議な踊りをちょっと練習しよう。
ここら辺っぽいけど、あ、これか。ポコ、先行役の務めしっかりと果たしてくれたようだな。おかげで楽にここまで来られたぞ。まあ、誰も倒してないけどね。ここが数千年もの前から何人もの少女たちを大地の竜バーギアに捧げてきた場所か。ポコ、大地の竜を目覚めさせる儀式を始めてくれ。ここで不思議な踊りを踊るんだ。お前が踊りを終わるまで俺たちは下がっていよう。では頼んだぞ。あの踊りを踊りますと。まあね、ただの犬だけかと思いきや、全然でしたね。もっと先か。お、この振動、どうやら大地の竜が目覚めたようだ。あとはジェナ殿を捧げれば大地の竜は再び眠りにつき大陸は救われる。それにしてもジェナ殿の一行はまだか。随分時間がかかっているな。 もしかしてズーボーのやつがジェナを逃がしてやったんじゃ。外へ様子を見に行こう。僕も来い。遅くの参りまして申し訳ありません。潜んでいた魔物に襲われてジェニャ殿をかばったズーボーが怪我を。ズーボー班、私のためにごめんな。その傷痛いよな。オイラは平気なのだ。ここで生贄になることがジェニャの願いならオイラはそれを叶えさせてあげるのだ。ズーボー班、大地の竜バウキアはもう目覚めております。ジェニャ殿、お別れの時は来たみたいやな。みんなのおかげでちゃんと自分の役割を果たせるわ。ありがとう。まあマリーちゃんの赤ちゃんが見られへんのは残念やけど、ガートラントに見てからは楽しいことばっかりやった。私は生まれてから今日までここで死ぬために生きてきて、だから覚悟はできてる。ほんまにありがとう。みんな私の分までいっぱい来てな。大丈夫や、怖ない。私の命一つでみんなが助かるんやもん。めっちゃお得な話やんか。これでええんや、これでええんやけど、私もほんまはもっと。行きたい。ジェニャ。いやー。お、パラディンガード、バカな、無謀だ。大地の竜は魔人に等しき存在。パラディンガードで止められるわけがない。ズボハンやめて。私のことはええから下がって。やっとジェニアは本当のことを言ったのだ。生きたい奴が死んではいけないのだ。オイラが盾になってジェニアの未来を守る。ポッコ、力を貸してほしいのだ。ジェニアに未来をあげてほしいのだ。あー、ズボさんかっこいいね。名前似てるからね。うん、ちょっと嬉しいよ。さて、来ましたね、大地の竜バウギア。遠いな遠いな。うーん、まあローが好き。
まあ、見破れないわね、これはね。まあ、いろんな槍技を持ってますね。獣じゃないけど。あ、200。まあ、まあ、今会社の時に出たからね。あ、やっぱり、ローガ付きの方が一番行くんかな。力があるな。呪文完全ガードが貼られた。呪文効かないんだ。まあ、呪文じゃないからね。いや。190も行けばもう、いいでしょ。とりあえず、パラディン50まで上げないと、きついクエストではあるんで、まあ今までのやつよりね、まあ、パッシブ振ってるであろうぐらいの、まあ設定にはなってるからね。まあこれ戦うのがね、50クエストなんであんま50以上上げないようにはしてたんだけどね。まあ上がったら上がったで、まあいいけど、どっちみちね、倒せますね。まあもうこれより強いのには、出くわしてますからね、自分。まあ、雑魚キャラで、まあ、ドラゴンゾンビとかいるんだけど、あっちの方がちょっと2体出てきてね、厄介だったりとかですね。HP はここまでないけど。ただね、ボス戦はね、HP がね、やはり高いので、まあ何やってくるかわかんないんでね。まあ、いかに耐えるかとかね。まあ、ボスによっていろいろ戦略は変わってきますけど。まあ、僧侶1で、とりあえず大丈夫か。まあ、この調子でいろんなクエストを消化していきますんで、まあ、職業クエストやってみたり、まあ、50まで上がったらね、違うクエストやったりね、バトルマスターとかまだなってないんで、あれも取って50まで上げたらクエストやらなくちゃいけない。まあ、それまでに他のね、村のクエストとかもありますんで、そんなのもやりながらね。お、倒したね。達人オブ先取ってよかったね。ギエギシャギシー大地の竜が引いた？そんなことが可能だなんてすごい。やりやがった。本当にすげえ奴らだ。ズボハン、ズボハン、ズボ？え？ズボハン、なんでズボハンが石になるの？あの石は、白愛の石踏みと同じ形。白愛の石踏みは、大切なものを守るパラディンの姿と伝えられていたが、ただその姿をかたどっただけのものだと思っていた。まさか本当に石になったパラディンの姿だったとは。ではあれが、パラディンの信念を貫き通したものの最後の姿。全員ズーボーに黙祷。彼こそが真のパラディンだ。マジか。マジか。ズーボーさん。ズボハン、ズボハン、うわぁ、うわ、これショックだ。名前似てるだけで本気でショックだ、これ。まあ、精霊になってみたりして、ああ、ズボハン、キャラ好きなん。ジェニャの鳴き声はいつまでも響いた。団長をはじめ、王宮パラディンたちは敬意を込め、石となったズボを高く担ぐと、ジェニャを連れて竜のねぐらを後にした。マジっすか。さて、私も石となってね、みんなをね、見守りましょう。とね、かっこいいことは言ってみたけど、石にはなれないね。ズボさん、マジか。よくぞ戻ってきたボッコ。あれからパラディンの歴史に詳しい学者及び、白愛の石踏みの伝説を聞いた。ただ、殉職しただけで石になるわけではない。死んでも守りたいというパラディンの強い石がその身を石に変えるのだそうだ。その学者に指示を仰ぎ、ズボの石は俺たち、王宮パラディンがザマ峠のあの石碑群の中に置いてきた。これからは白愛の一部に置いて、このオーグリードの大陸の我らパラディンを見守ってくれることだろう。
今回の件についてはグロスナオも痛く感動なさってな。お前とズーボッコスが真のパラディンだと最高の栄誉。パラディンの証を送るよう命じられた。ジェナ殿が立ち直るにはしばらく時間がかかりそうだが、あの子は強い子だ。いつの日か必ず自分の力で立ち上がり、ズーボーに守ってもらった未来を歩き出してくれることだろう。マジで。まさかの展開だったね。こんな最初犬を追いかけてね。ズーボーなのだとか言ってたのにね。まさかのあのズーボーさん、愛嬌たっぷりのズーボーさんが、ああ、ショックだ。ドラクエ10やって一番ショックかもしんない。はい、ということでね、攻撃を防ぐとたまに麻痺させるパラディンのメダル、これがね、パラディンの証らしいです。マリーちゃん待ってな、赤ちゃん産んだばかりやのに元気すぎやわ。あ、ボッコハンありがとな。大地の竜から助けてもらって俺まだ言うてなかったな。ズーボーハンのことを思い出したら泣いてしまいそうになんねんけど、私が生きていられるのはズーボーハンが命をくれたからやもんな。私はズーボーハンの分も生きていかな。大地の竜は、また眠りについたからお金は返さんでええって、グロスナオもそう言ってくれはったし。ボッコハン、パラディンってすごいな。私の命だけやなくて、私の集落のみんなの命まで救ってくれたんやもん。私大きくなったらズーボーハンみたいなパラディンになって困ってる人を助けてあげるんや。どうや？ええ考えやろ？ボッコハンももうありがとうな。私はもう少ししたら集落に帰るけど、またいつか会おうな。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。